皆さんこんにちは。ちょっとマントライバルならです。今回は新しい企画を考えまして、皆さんがちょっと気になってるんじゃないかっていう実験を始めたいと思います。それがもう本当のドノーマルのジムニーをまあベースに消耗部品またはアフターマーツ、まあアフターマーツ。アフターパーツの、まあ、要は社外品を交換して、シャシー代物も、また買う。シャシーダイナモにかけた時に、どれぐらい変化があるのかっていうのをやっていきたいと思います。そして、もう最高のもう実験台が見つかりまして、今映像を撮影しているトライバルチャンネルの編集長の通勤者兼台車のですね JB23W の平成10年もう1型もうスーパー JB23W ノーマルをベースに、まあ走行距離も11万キロでしたっけ、走ってるんですが、オートマを、まあ、シャシーダイナモにかけて現在の馬力を今回は撮影して皆さんにベースの数値をお知らせしたいと思います。と、まあ、来まして、まあ今ここをシャシーダイナモ計測する場所なんですけど、これが1型 JB23W です。もう本当にエアクリーナーから、もしかすると今プラグすらもしばらく交換していない状況なはずなので、まあ、この今の何も変更も最高に下手ったエンジンをですね計測してどのぐらい馬力が出るのかちょっと試してみたいと思います。それでは計測の方に入りたいと思います。計測終了しました。では結果の方いきたいと思います。まあ結果57.3馬力とトルクが 8.3 キロっていう結果になりました。まあ、一応カタログ数値が64馬力のトルク 10.2 キロなので、まあ、距離走の結果かなと思います。まあ、これがいろいろ今後変えていった時にどれぐらい変わる美がってな感じで、次回はエンジンをよく動かすために必要な良い空気、良い燃焼、良い排気っていうのを数値で実験したいと思いますので、次はエアクリーナーをですねノーマルのものから皆さんがよく交換するむき出しのですねオープンタイプの車外エアクリーナーに交換した時にどれぐらい変化するのか楽しみにしてください。まあ、下半で一般の人のこういった馬力計測も随時受付しております。
まあ、予約は必要ですが、やってますのでよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。